か？カムロ町って見たこともないお店がたくさんあるよね。まあそうだな。子供には新鮮かもしれねえな。そういえば町を歩いてる時におもちゃ屋見つけたんだけど、閉まってて入れなかった。いつ開いてるんだろう。待て、それはきっと大人が入る店だ。お前にはまだ早い。なんで？大人はおもちゃなんか買わないよ。いや、買う。いや、俺は買わないが、買う人もいるんだ。何それ、どういうこと？なんて答えでいいんだ。おじさん、私もう大丈夫だからどこか行きたい。本当に大丈夫か？うん、元気だよ。腕も大丈夫だからね。わかった、無理するなよ。うん。桐生さん、お暇なんですか？まあな。じゃあ面白い場所がありますね。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。どうしたの？いらっしゃいませ。いいな。ありがとうございました。
行こう。ほほう。ありがとうございます。行こう。おお。ああ、美味しかった。ありがとね、おじさん。よかったね。ね、おじさん。ああ、もう腹いっぱいになったのか、坊主。うん。何時間かしたらお母さんも戻ってくるし、もう大丈夫。どうしたの？ちょっと大丈夫？ねえってば。おじさんどうしよう。これは食当たりじゃなさそうだな。はるか、急いで病院を探そう。ねえ、
おい、この子を見てもらいたいんだが、どうにかならないか。おい、どうしたんだ。少し黙っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。え、お腹切るの。おい、こっちはどうなる。おい、おい、アリ、大丈夫か。ここの医者ずるい。外人でから差別して。何、こいつら後から来たのに手術してる。アリ、無視された。アリ、アリ、クソ。見てわからんのか。今は手術中だ。出てけ。お前、俺の弟見捨てた。許さない。うるさい。出て行けというのはわからんのか。そう、お前も弟のように死ね。今殺されちゃそのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。ならお前も殺してやるよ。手術は終わったのか。ふう、ああ、終わった。虫垂炎だったよ。破裂寸前だった。危なかったがな。お前絶対に殺してやる。ずいぶん元気だな。
兄弟揃って。お前ずるいやつだ。弟見殺しに。あんた。え？なんで？こいつはただの石だよ。尿管結石だ。結石？ああ、激痛が走るが、石が膀胱に落ちちまえばなんてことはねえ。気失って寝てただけだ。じゃあ、世話になったな。ありがとうね、お医者さん。お医者さんか。久々に聞いた言葉だな。こいつはどのくらい入院するんだ？まあ、2、3日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でも、お母さん待ってるんでしょ？まあ、俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前、しばらくじっとしてろよ。あんな場所でうろつくんじゃねえぞ。やめておけ。この子もきっと母親を待ってるのが楽しいんだろう。なあ、そうだろ？うん。この町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだ。だがみんな精一杯頑張ってる。だから俺はこの町が好きなんだよ。そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。ああ。そういえば代金は？ああ、それなら。しかし、あんたの社長さんも物好きだね。うちの社長がファンなんですよ。先生が東都医大の部長をされていた頃からの。そっか。ま、会ったことはないが、その風間社長さんとやらによろしく伝えてくれ。はい。